鈴木です。で、あのその時に乗ってた車っていうのが、あの俺の同級生の車屋さんで、鎌屋さんって矢田部にあるんだけど、矢田部のひろきちゃんのとこの、いつも俺も何年ぐらい俺あの台車乗ってたっけかな、とにかくあのずーっと台車、ずっと台車乗ってた時期があって、俺ずーっとで、とにかくもう何年も台車なんですよ。俺の車直んなくて、スパイダーが、550スパイダーがひろきちゃんのところに出してあったんだけど、まあ、とにかく部品がなくて、あの、俺の車直んないわけですよ。何年も何年も。だからもうひろきちゃんちの車の台車、常に台車が変わるんですよ。台車の車検が切れちゃうんだから。台車って車検もボロクソ車で、車検も2、3ヶ月しか入ってないやつ渡されるわけね。ボロボロの車も。その台車が車検切れちゃうから、また新しい車、新しくねえだろ、台車。ボロボロの新しい台車。なんだそれ、わかりづれえ。で、とにかくその時も、そのデリヘルちゃんの時はもうでかい、ワゴン車見たかったんだよ、その時の台車は。で、なんか、もう漏れちゃって、もう焦っちゃって、初めて行った道だったんで、細い道だったんで、なんかデリちゃんに迎え行かなきゃなんない時間になってて、やべっつって、で、うんこは漏れちゃってるし、その時もコンビニ入ってパンツ買って、もう履いてるパンツ洗って、とにかくね、パンツ買ってかっこつけてね、コンビニに買いに行ったら、あ、そうだ、若い可愛い姉ちゃんいたんだ。で、またちょっとジョーク言って、笑わして、ちょっとかっこつけて出てきたの。その後かっこ悪かった。かっこつけてる分かっこ悪い。上下真っ白でかっこつけてて、その後、あー漏れちゃった、漏れちゃった、あーとか言って書いて、すいませんパンツ売ってますかーなんてね、余計騒いじゃうんで、俺なんか恥ずかしいから、あーパンツ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 ーなんつってね、パンツ買ってね、ほんでトイレ入ってね、トイレでね、自分の履いてるパンツ洗ってね、ほんでズボン見たらもう丸ですよ。全然丸じゃねえだろ、バツだってんで、それ余計焦っちゃってね。で、まあ、こうまた出てって、コンビニ、こう、ケツ押さえて出て、パー出てって、で、車乗って、で、女の子迎え行って、で、川の隣の道ですよね、入ろうとしたら、こんなポール立ってたの、ポール。ガッ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 。もう左のドア開かねえんすから。もう、で、ルーム電気もついちゃって、カーってね、もうついちゃって、もう、ひろきちゃん、ほんとすいません、いつも迷惑かけて。ねえ、つい2、3日前も、僕、矢田部の四つ角で、車、野村クリーニングさんにクリーニング出して、出れると思ったら、車、亀の子になっちゃって。ひろきちゃん、雨の中すいません、またやってもらっちゃって、ほんとにひろきちゃんには迷惑ばっかりかけてんな。ああ、アディオス、アミゴ。